I wonder, does it show all the endings? Normal slash good ending? Let's see if there's a bad ending theory. Fuck it. Let's do this. So I just gotta use important friend or little sister. Let's do little sister. だけどなんとなく今はこう答えるのがいいって思ったんだよ。妹みたいなものか？はあ。Damn。あなたはどこまで私を侮辱すれば気が済むのかしらね。しまった。Okay, it's the same ending. それからは、なんとかゲ。Yeah, it's the same ending. Okay.Okay, let's do the good ending. Let me start with normal ending. And then we'll do. ずっと考えたことなんてなかったな。Let's see, what should I do here? Don't use ore. Don't use ore. Don't use ore. Okay, you gotta think some more. 何も選べなかったな。どうして黙ってるの？まさか黙って何も言えないだなんてね。あなたにとって私はそんなにどうでもいい存在だったのかしら。言葉がうまく見つからないだけだ。どうでもいいとかそんなんじゃねえんだよ。つまり私はその程度の存在ということよ。考えても答えが見つからない、その程度のね。そんなんじゃねえよ。ならどうして答えを見つけられないのかしらね。それはあなたはお人よしよ。どうしようもないくらいのね。ろくに自分のことを考えもせずに行動ばかりして、だから相手が自分の中でどんな存在かもどんな状況かも見極めずに首を突っ込んだ。あなたはできもしないことに首を突っ込んでしまっただけなのよ。まだ結果が出てねえだろう。そうだよな、まだできることあるはずだろう。諦めるには早いんじゃねえのか。なんだってそんな簡単に言っちまうんだよ。確かにそうかもしれないわね。諦めなければなんとかなる、よく聞く言葉だわ。だろう。たとえ状況を理解していない無知ゆえに言えるものだとしても、それは確かにお前ほどは理解しちゃいねえけどよ。でもだからこそ言わせてもらうぜ。絶望しなけりゃなんとかなるもんなんだよ。まったく、 This is pretty good. その諦めの悪さは少しは見習いたいものではあるわね。けどデッドエンドよ。私たちにはもう何の手も許されてはいないわ。袋のネズミね。キュウソ猫を噛むって言葉がある。俺たちだってネズミとは違うわ。私たちにはあがくことすら許されてはいない。あ、そんなこと。だってそうでしょ、打つ手なんてないのだから。あなたももう心のどこかでは諦めているのでしょう。そんなつもりはねえよ。でしょうね、あなたならそう言うと思った。でももういらないわ、あなたのおせっかいも善意も好意も何もかも。手伝ってくれたことは感謝するわ。でもね、でもこんなごっこ遊びはもうおしまいよ。なんだよそれ。仲良しこよしであなたは何の見返りも求めない。子供のごっこ遊びと何が違うのかしら。なんでそんな自虐的になってんだよ。答えられなかったのはあなたでしょ。それはだからあなたと私を結ぶものなんてそんなものでしかないのよ。
もっと具体的に言うなら、疑似兄弟とでも言ったところかしら。こいつまだそんなこと気にしてたのか。いや違う、こいつはただ自暴自棄になっちまってるだけだ。あと少しで完成だろう、思い直せよ。お前だって本気で言ってんじゃないんだろう。そんな自分を傷つけるようなこと。傷つける？私はただ事実を述べているだけよ。疑似兄弟ごっこじゃなければ友情ごっこ？それとも青臭い青春ドラマ？違う、全部違うだろう。冷静になれよ、ふざけたこと口走ってんじゃねえよ。そうね、確かに今のは私の戯言だったわ。けどこのトラブルは現実なのよ。やかましい、いいから聞け。いいえ、これ以上は無駄なのよ。お前は俺の大事な後輩だ。先輩と後輩？あなたの中では私はあまたいる後輩の中の一人ということかしら。違う、俺の後輩はお前だけなんだ。え？他のやつなんて関係ねえ。俺が本気で心配になって悩んで首突っ込んで笑ってほしいって思うのはお前だけなんだよ。Thank you, okay, he's pretty good. 何を血迷ったことを言っているの？ I think that's all she wanted from Kyosuke. She just wanted to tell, she wanted Kyosuke to tell her, I love you and only you. Pretty much. Excuse me. あなたには他にやるべきことがあるでしょ？自分がどんな存在か分かっているのかしら。あなたは受験生なのよ。夏がどれだけ大切な時期であるか理解しているの？分かってるよ。確かに俺は受験生だ。Okay. This one unlocks ending number one, normal ending. We'll go for the good ending after this one. Alright. To unlock normal ending, we have to use this choice. Things that should be done.Even if I don't have anything in particular I would like to do, passing every single day ordinarily, it seems like a fulfilling life to others. I just don't get it. Okay, let's do ending number one. その夏がどんだけ大事かくらい、耳にタコができるぐらい聞かされてるっての。でもよ、勉強だけじゃねえだろ。本当に大事なのはよ、勉強を軽んじるつもりはねえよ。勉強が本当に大事なのは俺だって分かってる。でも他にだって大事なものはあるはずだろう。そういうのをずっとお前らは見せてきてくれたんじゃねえのか。そうだからこそな、これが俺のやりたいことなんだよ。な、何をよまいごとを言っているの？一時の感情に流されて自分の人生を台無しにするつもり？ Yes. 受験生ならおとなしく受験勉強をなさい。それが学生のあるべき姿というものよ。残念ながら俺は受験勉強よりも今お前についててやることの方が大事だと思ったんだ。 Damn. 今のお前は俺がついてかねえと危なっかしいんだよ。She's kind of happy but disappointed at the same time. 自分の発言に責任を持ちなさい。コアッパ風情が今さら何をほざいているのかしら。 Oh, she's teasing him. Nah, she's hella happy. But she want him to be very blunt about it. I don't know what other word I want to use, but she just want to hear it straight up. あなた、自分が以前に何と言ったか覚えていて？その厚みのない頭では記憶できているはずもないでしょうね。He does have a thick head. そんな人間の言葉では私の魂を震わせることなどできはしないわ。さっさと家に帰ってその役に立たない記憶を反芻してみることね。思い出せるものならね。
ちょっと待てよ。お前は何を言ってんだ。俺がお前を傷つけるようなことを言ったってのか。言ったでしょ。ゲーム大会の帰り道、この私についてけねえわって、okay. はっきりと。I was kind of confused why she was hurt by this. I hope she explained why that sentence, that exact sentence, I can't keep up with you, hurts her. ついてけねえわ。ゲーム大会の時？ああ。何をのんきな声を上げているの？私は。To reach my soul. Man, I wish she doesn't talk like a chuni. I can't understand sometimes. Alright, I'm trying to decipher this myself. The words of someone like you won't be able to reach my soul. I can't keep up with you. I'm trying to connect the two. The words of someone like you won't reach my soul. I can't keep up with you. Oh my. そんなことずっと気にしてたのか。だから俺を避けたりしてたのか？ Kyosuke! Fuck you! I don't know what she's trying to mean! What do you mean with that? Aha! Bitch, I don't know what you're trying to... I hope they explain it. 私は別に、いい機会だから、人間関係について見直そうとしただけよ。これまで真剣に悩んできたきっかけが、あまりにもバカらしくて、俺は思わず笑っちまった。ったく、これだからこれだからお前には俺がついてかねえと危なっかしいってんだよ。何を悟ったようなことを。なんでお前はその場で問いただすことはできねえんだよ。大体俺がお前にそんなこと言うって思われるほど俺って信用ねえの。 Yo, fuck you, Kyosuke! Damn, he's being vague with it! To begin with, do you really not trust me enough to think I say those words with that meaning in mind? Can't you explain the meaning? Come on, man, I got a peanut-sized brain! それは… Oh. ま、それは置いとくとしてもだ。実際問題。俺がお前についていけないとこはたくさんある。だって俺オタクじゃねえしな、漫画だって描けねえし。 okay, maybe they explain it this part right here. だけどな、そんなのはみんな趣味の面だけだ。もっと根っこの大事な部分じゃ、俺は絶対にお前についてけねえわなんて思ったりしねえ。 Never thought that I wouldn't be able to keep up with you on more important basic aspect of yourself.どうだ、分かってくれたか。まったく笑ってしまうわね。全部私の勘違いだったなんて。 Damn, one sentence ruined the entire relationship. You really do gotta be careful what you say. 私としたことがとんだ恥さらしだわ。だけど、ん？そのおかげで分かったことも気づけたこともあるのだから、よしとしましょうか。それからの数日間は本当に激動のような毎日だったよ。なんだかんだ言い争ったり、新しいペンタブ買いに行ったりで結構時間使っちまったしな。ペンタブって意外と高いんだな。確かにあんなもん手軽には買えねえよ。結局俺の貯金崩して買ったけどな。黒猫は最後まで不勝不勝って感じだったが、こればっかりは男の見栄だ。それから作業に戻ってからは初めて修羅場ってやつを身をもって体験した本当の修羅場は人を変える。それを目の当たりにした。己の壁に挑む者にこそ逆境は訪れる。
挑まぬ者はただ安寧を感受し運命の羊となる。では挑む者は壁にひざまずくか乗り越えるか。モニターに向かってつぶやきながら黒猫の手はものすごいスピードで動き続けていた。黒猫? She's focusing. 黙りなさい、話しかけないで気が散るわ。だけどお前大丈夫かよ。絶好調。本当に集中すると私はこうなるの。異常ではないからあなたも作業を続けなさい。そうなのか。わかった。まさに危機迫るってやつだな。Oh, he's just talking about her clutch. The top clutch kills K. 絶望は諦めた者にのみ訪れる。膝をつき血をなめ頭を垂らし、神に許しを請う無様を晒す。諦めなければ必ず壁は越えられるのか。祈りは通じるのか。黒猫は休まない。集中力が上がったって言ってももう俺は限界だったね。黒猫さん、そろそろマジできついんですが。それを知るためにあがく。足を止めても頂は降りては来ない。進み続ける覚悟を持つ者にしかその領域に踏み入れることは許されない。 Yeah, she's full tuning mode. Not giving up even should your feet stop moving. Only those with the resolve to continue no matter what will be allowed to reach this point. 限界を超えても作業は続く。ありゃ人間のやることじゃねえな。まあだから修羅っつうんだろうけどよ。I don't know what he's talking about. All I saw was clutch. なんつうかクリエイターってのは普通の人間じゃねえのかもしれねえな。なんだって締め切りが近づけば近づくほど勢いを増してこんだよ。一般人の俺とは違う人種なんだってはっきりと体験したよ。まあ俺は黒猫の手前ガッツで乗り切ったけどな。そんでもって今ようやく全部が片付いた帰り道だ。にしてもまさか印刷所に手持ちするとは思わなかったな。本当ならデータを送るだけで済むのだけれどね。せっかくお布施で出すのだからそこまでしなければ意味はないわ。紙の質感なんて実物を見なければわからないもの。そうだな。あんなもんデータだけじゃわかんないよな。ええ、これもオフセットで本を作る楽しみの一つよ。Yeah, you get to see your joy and pride come to life. オフセット解説。大きく分けると同人誌にはオフセ本とコピー本の2種類しかないわ。安価で映えないコピー用紙のコピー本か高価で映えるお布施本か。お金がかかるだけあって本らしい本が作れるのがお布施本の特徴よ。黒猫先生の同人漫画創作活動講座より。 Damn, this makes me want to watch Edo Manga Sensei again too. なるほどな。でもこれで全部終わったんだよな。 Seeing that crunch time reminded me of Edo Manga Sensei. ええ、そうよ。印刷所に届けた時点で原稿は入稿された。あとは完成を待つだけ。まあ当日という本番は待っているけれどね。そうか。じゃあまだひとまずはになっちまうけどお疲れ様だな。 See, this is different from the bad ending. Because I think this time Kurineko's with Kyosuke, so he can't mess up. そうね、お疲れ様。あなたのおかげでどうにか間に合わせることができたわ。手伝ったのか足を引っ張ったのかどっちだかわかんねえけどな。そうね、どっちだったのかしら。おいおい、そこはあなたがいてくれたから頑張ることができたわとか言うとこじゃねえのか。 You know, I'm not gonna lie to you. I already say it, so might as well finish it. This part right here kind of reminds me
I wonder if Subaru... Nah. I was gonna say, I wonder if Subaru was a little bit inspired by Kyosuke. Kyosuke, he jokes around too much. He say shit like this a lot. And then I remember when I was rewatching the director's cut for R-Zero, Subaru jokes a lot too, like Kyosuke, by saying some stuff that you'll see in the anime. I guess he's making fun of anime. Like the cliche lines. そもそもあなたのせいで私の調子は崩されたのだけれど。な、それを俺のせいにするのか？それを言うんだったらお前の勘違いが原因だろう。やめましょうか。せっかくの晴れの日にこれ以上は無粋だわ。晴れの日って何の？決まっているでしょ。二人の原稿が完成した日よ。Oh, the music stop. What's next? そしてコミケ当日。Dang, I thought she was gonna kiss him or something. Alright, I'm a little bit let down. はーい、新刊あります。でも中身は中二病展開大多子様満載。Come on, Kitty, no.あ、だけど絵はそれなりに見れるレベルかも。わお。そんなんでもよろしければどうぞ買ってってやってね。この猫が喜ぶから。あなた、けなすのか反則をするのかどっちかになさいよ。え、けなしてなんかないっつーの。ちゃんとした反則ですけど。騙されて買っちゃう人が出ないようにしっかりと売り物の説明をしているだけです。へえ、売り物に対する抽象が反則になると思っているなんておめでたい頭ね。これがスイーツかっこ笑いというものかしら。こんな漫画を売りに出そうと思えるなんて、これだから中二病は痛いんだっての。中身は前から全然成長してないじゃん。まあまあ、お二人とも、本日は喜ばしい祝いの日。仲が良いのは分かりますが、血は喧嘩もほどほどに。黒猫の漫画が完成してこの日を迎えて、ようやくいつものメンバーのいつもの日常が帰ってきた。傍から見てると、こいつら本当に今まで喧嘩してたのかよって思っちまうけどな。そう思うくらい本当にいつも通りの光景だった。ま、俺はこれを見るために頑張ってたってとこもあったからな。そういえば、あなたには言っておかなければならないことがあったわね。え、なんだ？え、あ、悪い、聞こえなかったんだが、もう一度言ってくれないか？もう一度？バカを言わないでちょうだい。あなたは千載一遇のチャンスを聞き逃したのよ。 No, I didn't. What? No! Don't do it! By the way, I have something to tell you. Ah, fucking Kyosuke, you dumbass! 黒猫はそんなことを言っちゃいたけど、態度から黒猫の言ったセリフが想像できた。確かにテリアの黒猫がもう一度なんて簡単に言ってくれるわけがないだろうな。次はちゃんと聞きたいからな。これからも頑張らせてもらうぜ。Dang, next time. 勝手にしなさい。気が向いたら言ってあげるわ。おう、よろしくな。I love this song. This song is too good too. It really makes me smile. I don't know why. 黒猫が言った言葉は、ありがとう。She's kind of like Kitty, no? She's pretty shy. They're both shy. I wish they pick a new ending song. I don't want to hear this ending song. That was a pretty good gnome ending. That was just a gnome ending. That wasn't a good ending. That gnome ending was pretty good. とは一切関係ありません。大人の事情ね。She finally finished her manuscript. I was gonna say...
I like that gnome ending. I'm trying to remember the other girl's gnome ending.